1960年、アメリカ合衆国大統領選挙は、ドワイト・D・アイゼンハワーの2期目の終わりを告げるものになった。アイゼンハワー政権の副大統領、リチャード・ニクソンが大統領職に挑戦し、共和党の大統領候補になった。民主党は、マサチューセッツ州選出の上院議員ジョン・ F ・ケネディを候補に指名した。ケネディは大政党の候補者としては2人目のカトリック教徒だった。選挙運動期間中、ケネディはアイゼンハワーと共和党の下でアメリカは軍事的にも経済的にも冷戦中のソビエト連邦に遅れをとっていると批判し、大統領になればアメリカを再度始動させると主張した。ニクソンはこれに応えて、もし当選すれば、アイゼンハワーがこの国にもたらした平和と繁栄を継承し、アメリカが冷戦に対応するためには、ケネディでは若すぎて、経験不足であり、大統領を任せられないと主張した。結果、選挙人選挙では1916年以来となる接戦となり、一般投票でも、ケネディとニクソンの得票率差は、アメリカの大統領選挙史の中で最小となった。この1960年選挙は、歴史家の間で、特定の州におけるマフィア絡みの選挙違反が、ケネディの勝利を助けたことについて、議論の的になり続けているものでもある。この選挙には、アラスカ州とハワイ州がそれぞれ前年の1月3日と8月21日に、州昇格を果たし、初めて選挙に参加したものでもあった。民主党の大統領指名候補者1960年、民主党大統領候補者選びには、多くの政治指導者たちが候補に上がった。しかし、ケネディ、テキサス州のリンドン・ジョンソン、ミネソタ州のヒューバート・ H ・ハンフリー、ミズーリ州のスチュワート・サイミントンの各アメリカ合衆国上院議員、及び元イリノイ州知事のアドレー・スティーブンソンを除けば、指名獲得の実際的なチャンスがない地域的なお気に入り候補者に過ぎなかった。ケネディは当初何人かの民主党年長者から大統領になるには若すぎて経験が足りないという示唆によって批判されていた。これらの批判者はケネディがより経験のある民主党員の副大統領候補になるべきということを示唆していた。ケネディはこのことが大衆にケネディのことを真剣に考慮しないようにしておくための、その敵対者による戦略であることを認識し、率直に、私は副大統領候補に出馬するのではない、私は大統領候補として出馬するのだと声明を出した。ケネディにとって、より深刻な問題は、彼がローマカトリック教徒だということだった。1928年の大統領選挙で、民主党候補のアル・スミスが経験したことを想起すれば、多くの者はケネディが指名を獲得し11月の選挙で勝利する可能性は反カトリックの偏見で傷つけられるのではないかと危ぶんだ。ケネディはその集票能力を証明するために、ウィスコンシン州予備選挙で革新派の上院議員、ミネソタ州のヒューバート・ H ・ハンフリーに挑戦した。ウィスコンシン州ではケネディがハンフリーを破ったが、その票差はカトリック教徒の多い地域からのものが大半であったという事実によって、多くの党ボスたちはケネディが非カトリック有権者から得票できるというアピールを信じなかった。ケネディは次に、プロテスタントが圧倒的に多いウェストバージニア州でハンフリーと対決した。そこでは反カトリックの偏見が広く広まっていると、言われていた。ハンフリーの選挙運動は、資金が少なく、ケネディの組織化され資金の裏付けも取れた、選挙対策チームと競合できなかった。ケネディの魅力的な兄弟姉妹が有権者を求めて、州内をくまなく回り、ハンフリーをして、チェーンストアに対抗する、独立系商人のように感じると愚痴をこぼさせた。予備選挙ではケネディが、投票数の 60% 以上を獲得して、ハンフリーを破った。ハンフリーは、指名争いから撤退し、ケネディは、カトリック教徒でも、非カトリックの州で、勝利できることを党ボスたちに証明するに、必要とされた勝利を得た。民主党全国大会に先立つ、数ヶ月間、ケネディは、国中を回って様々な州の大議員の支持を取り付けるために説得に努めた。しかし、党大会が開催された時には、ケネディはまだ指名を得るためには、数十票足りなかった。予備選挙の州ごとの勝者、ケネディ・ハンフリー・ブラウン・スマザーズ・ディ・イサール共和党の指名候補者1951年のアメリカ合衆国憲法修正第22条の批准完了によってアイゼンハワー大統領は再度大統領職を求めて出馬することができなかった。彼は1952年と1956年の2度選出されていた。1960年時点でもその人気は高く、歴史家の大半は、もし3期目を求めれば、ケネディを含み主要な民主党候補者の誰でも破っていただろうと信じている。しかし、アイゼンハワーの健康問題と引退の願望があり、もし可能だったとしても、再出馬はありそうになかった。1959年、副大統領のリチャード・ニクソンは、共和党中道左派の指導者で、ニューヨーク州知事のネルソン・ロックフェラーから、あたかも共和党の指名争いで重大な挑戦を受けたような形になった。しかし、ロックフェラーは全国遊説を行った後で、共和党の大半がニクソンを支持していることが分かったので、大統領候補にはならないと表明した。ロックフェラーの撤退後、ニクソンは、共和党の指名については意味のある反対に直面しなかった。シカゴで開催された1960年、共和党全国大会でアリゾナ州選出のアメリカ合衆国上院議員、バリー・ゴールドウォーターが10票の大議員票を獲得しただけで、ニクソンは圧倒的な支持を得て指名された。続いてニクソンは副大統領候補に、元マサチューセッツ州選出のアメリカ合衆国上院議員で国際連合大使でもあるヘンリー・カボット・ロッジ・ジュニアを選んだ。ニクソンは国内政策よりも外交政策を重んじるという選挙戦略があり、それが民主党に対して有利に働くと考えたので、ロッジの外交政策における信用ゆえにこの選択をした。1960年民主党全国大会は7月11日にロサンゼルスで開催された。大会が開かれる前の1週間、ケネディはテキサス州出身の強力な上院院内総務リンドン・ジョンソンと1952年と1956年の民主党候補だったアドレー・スティーブンソンが候補者となるべく宣言するという挑戦を受けた。しかし、ジョンソンもスティーブンソンも、ロバート・ケネディに率いられる有能で高度に効率的な、ケネディの選挙対策チームに対抗できなかった。ジョンソンは、テキサス州とマサチューセッツ州の大議員による合同集会の場で、テレビ中継される討論で、ケネディに挑戦し、ケネディが応じた。視聴者の大半が討論は、ケネディの勝ちと感じ、ジョンソンは、南部以外の大議員に支持を広げることができなかった。スティーブンソンは多くの左派大議員、特にカリフォルニア州で人気があったが、1952年と1956年の2回大敗しており、党指導者たちは勝てるチャンスのある新鮮な顔を探すことになった。ケネディが最初の指名投票で指名を勝ち取った。続いて多くのものを驚かせたことに、ジョンソンがケネディから副大統領候補として出馬を求められた。今日までジョンソン指名の詳細について多くの議論があり、なぜそれが提案されたか、またなぜジョンソンが受けたかである。歴史家の中には、実際にはケネディがその副大統領候補として他の候補者を望んだが、強力な上院院内総務に対する礼儀としてのみ、まず、ジョンソンの指名を提案したと推測する者がいる。この考え方に従えば、ケネディはジョンソンが民主党2番目の切符を手に入れることを受け入れた時に驚かされたことになる。もう一つの関連する逸話によれば、ジョンソンが提案を受け入れた後で、ロバート・ケネディが、ジョンソンが泊まるホテルのスイートルームを訪ね、ジョンソンが副大統領候補指名を受けないよう、説得したということである。ジョンソンは、ケネディの弟分が、臆面もなく出馬しないように求めてきたことで気分を害した。ロバート・ケネディとのぶっきらぼうな対面に対する反応として、ジョンソンはケネディに電話をかけて、副大統領の指名候補は自分だと確認した。ケネディは、明確に、その副大統領候補として、ジョンソンを望んでいると伝えた。ジョンソンとロバート・ケネディが激しい個人的また、政治的確執を始めることになったこの経験で、敵意を抱くようになり、1960年代の民主党には重い意味合いを持たせることになった。ジョンソンの指名について、ロバート・ケネディが払った留保にもかかわらず、その指名は兄のケネディにとって大きな力になることが分かった。ジョンソンは、ケネディのために活発な選挙運動を行い、ケネディに対して懐疑的な南部州のいくつか、特にジョンソンの出身州であるテキサス州を、民主党が制する主因になった。また、ケネディの妹のパトリシアの夫で、ハリウッド俳優のピーター・ローフォードと、ローフォードの友人で、マフィアとの関係も深いフランク・シナトラや、サミー・デイビス・ジュニアなどが、カリフォルニア州やネバダ州、ハワイ州などで行われた、選挙資金調達パーティーに出演するなど、ケネディの予備選勝利に向けて、協力を行った。さらに1960年7月10日の民主党大会の初日前夜にビバリーヒルズのビバリーヒルトンホテルで開かれた資金調達パーティーではシナトラやローフォード、デイビスの他にもジュディ・ガーランドやトニー・カーチスが出席し、シナトラはアメリカ国歌を斉唱したばかりか会場を回り大議員へのケネディへの支援への説得を行った。7月13日、党の指名候補投票で、ジョン・ F ・ケネディは、指名を獲得する。最終日である7月15日には、カリフォルニア州ロサンゼルスの、ロサンゼルスメモリアルコロシアムで、指名受諾演説を行い、この時に、アメリカが抱える戦争、偏見、貧困といった、諸問題に立ち向かう意味での、ニューフロンティアを提示した。ケネディもニクソンも選挙運動を通じて、大勢で、熱狂的な聴衆を引きつけた。1960年8月、世論調査の大半では、ニクソン副大統領がケネディをわずかながらリードしていた。多くの政治評論家はニクソンが勝つものと見ていた。しかし、ニクソンは、秋の選挙運動中不運に見舞われた。長い間ニクソンについては、両面感情を持っていたアイゼンハワーが8月に、テレビ中継された。記者会見を開き、そこである記者がニクソンは、アイゼンハワーの内閣の中で貴重な部内者で助言者であったというニクソンの主張に言及した。その記者はアイゼンハワーに、ニクソンの助言や提案で心に留めたものがあるかを尋ねた。アイゼンハワーは、1週間の猶予をくれれば1つぐらい思い出すかもしれないという軽口で答えた。アイゼンハワーもニクソンも後に、アイクは単にその記者に冗談を言ったのだと主張したが、それまでケネディよりも大きな決断の経験があると主張してきたことを弱めたので、ニクソンには打撃となった。このことは民主党がアイゼンハワーの言葉をテレビ宣伝に使ってニクソン批判のように仕向けたので、さらに打撃を大きくした。共和党全国大会でニクソンは50州すべてを回ると約束した。この約束が、とになった。ニクソンは8月に、ノースカロライナ州で遊説中に、車のドアで膝を負傷した。この膝が、感染症を起こし、ニクソンは2週間遊説を中断して、感染した膝に、抗生物質を注入する治療をした。ニクソンが、ウォルター・リード病院を退院した時、全州を訪れると約束したことを放棄するのを、拒んだ。かくして、貴重な時間を使ってかつ、見込みのない州や、選挙人の数が少なく勝利に、あまり影響しない州まで大車輪で回った。例えば、その50州すべてを回る、動きの中でニクソンは、投票日前の貴重な週末を、アラスカ州での遊説で過ごした。アラスカ州は選挙人票が3票しかなく、しかも共和党の強い地盤であり、この期間にケネディは代表伝である、ニュージャージー州、オハイオ州、ミシガン州及び、ペンシルベニア州を回っていた。選挙運動の重要な転換点は4回行われた、ケネディとニクソンの討論だった。これらは初めてテレビ中継された大統領候補同士の討論だった。ニクソンは最初の討論が開始される数時間前まで遊説を続けることに固執した。入院の原因となった怪我からも完全に回復しておらず、青ざめて病気のようであり、体重が落ち着かれて見えた。最初の討論の時、メイキャップは男らしさには必要ないと拒み、その結果当時の白黒テレビでは武将髭が目立った。最初の討論でニクソンのテレビ映りがみすぼらしかったことは、ニクソンの母が討論の直後に彼は病気ではないかと電話してきた事実からも狙い得る。対照的にケネディはローフォードらのアドバイスによりメイキャップを念入りに行ったほか、最初の討論の前に休養を取り、日焼けして自信にあふれ、討論の間もリラックスしていた。推計8000万人が最初の討論を視聴した。テレビで討論を見た多くの人々がケネディが勝ったと思い、ラジオを聞いた人々はニクソンが勝ったと思った。その後の世論調査では、わずかにニクソンに負けていたケネディが今度はわずかなリードを奪った。残りの3回の討論では、ニクソンが減っていた体重を戻し、テレビ用のメイキャップを施し、最初に登場した時よりも力強く見えた。しかし、後の3回は、最初の討論よりも視聴者が少なく、視聴率では 20% も落ちていた。選挙運動中に、ケネディを傷つけた重要な要因は、ローマカトリック教信仰について、広く広まった偏見だった。プロテスタントの中には、ケネディが大統領になれば、ローマの教皇から命令を取ってこなければならないと、考える者もいた。1960年9月、ケネディはテキサス州ヒューストンで行われたプロテスタント牧師の集会で評判の高い演説を行った。ケネディはこの演説で教会と国の分離に従うと約束し、カトリック教会の役人が公的な政策を命令することを許さないと言った。それでも選挙後にケネディはそのカトリック教という故に、プロテスタントの多い州を失ったと広く信じられた。しかし、ケネディの選挙運動は、公民権運動の指導者、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが公民権運動の後進を率いている、途中のジョージア州で逮捕された時、活路を乱すことになった。ニクソンはこの問題に関わることを拒んだが、ケネディは、地方の政治的権威者に電話をかけて、キングを監獄から出すよう要求し、キングの父や妻にも電話を入れた。その結果、キングの父がケネディに肩入れし、黒人社会における好意的知名度が上がった。投票日にケネディは、大半の地域でしかも大きな差をつけて黒人票を獲得し、このことで、ニュージャージー州、サウスカロライナ州、イリノイ州及び、ミズーリ州における得票差を得ることになった。投票日の2週間前になると、世論調査や政治評論家の大半はケネディの勝利を予測した。しかし、ほとんど選挙運動から遠ざかっていたアイゼンハワー大統領は投票日前の10日間、ニクソンのために活発な選挙運動を展開した。アイゼンハワーの支援でニクソンがぜひとも欲しかった高揚が起こり、選挙日の世論調査は事実上互角の形勢を示した。投票日の11月8日はアメリカ史の中でも最も有名な選挙の夜の一つになっている。まず、ボストン、ニューヨーク、バッファロー、フィラデルフィア、ピッツバーグ、ボルティモア、デトロイト及びシカゴといった北部と中西部の大都市から開票速報が入ると、ケネディが一般投票でも選挙人票でも大きなリードで始まり、そのまま当選に進むと思われた。しかしその後、西部州や中西部田舎と都市近郊の開票が進むと、ニクソンが着実にケネディとの差を詰めていった。ニクソンが最終的に敗北宣言し、ケネディが勝利を宣言したのは、翌11月9日水曜日の午後だった。この選挙がいかに接戦だったかの例は、カリフォルニア州で見ることができる。すべての投票区の結果が報告された時にケネディは37,000票の差をつけてこの州を制したと思われたが、1週間後に不在者投票が集計されると、ニクソンが逆転して36,000票差で勝った。全国の一般選挙の得票率を比べるとケネディは、わずか 0.1% ニクソンを上回っただけである。これは20世紀の選挙で、最も接近した一般投票結果になった。選挙人選挙では、ケネディのリードが大きく303票を獲得したのに、対し、ニクソンは219票に止まった。ケネディは、得票率差 3% 未満の州を11州制したのに対し、ニクソンは5州だった。ケネディは、北東部の大票田で3州を除きすべて制したが、中西部の大票田ミシガン州、イリノイ州及び、ミズーリ州も制した。リンドン・ジョンソンの助けもあって、ノースカロライナ州、ジョージア州及び、テキサス州のような大型州を含み南部州の大半も制した。ニクソンは、西部で3州を除きすべてを制したし、穀倉地帯の州でも強く、最大の勝利は、オハイオ州だった。ニューヨークタイムズは11月遅くに、選挙の検討結果を要約し、北部のカトリック教徒がその宗教のために攻撃される、ケネディに集まった結果、ケネディは、カトリック教徒のために失った州よりも勝ち取った州の方が多いという専門家の間の限られた見解について述べた。開票結果を分析したミシガン大学の調査班は1956年と1960年の両方に投票した人に面接調査した結果、1956年に民主党に投票した人は33対6でケネディに、1956年に共和党に投票した人は44対17でニクソンに投票したということを見つけた。つまりニクソンはアイゼンハワー票の 28% であることは注目に値する。なお、2020年にジョー・バイデンがオハイオ州で敗れながら大統領に当選したケネディ以来の非現職候補者となった。なお、バイデンはケネディと同じアイルランド系カトリックであり、カトリックの候補者が本選で勝利するのもケネディ以来となる。ケネディの選挙不正と議論この時の選挙で、ケネディ陣営が禁酒法時代に密造酒の生産、販売を行っていた関係からマフィアと関係の深い父親のジョセフ・ケネディシニアの協力のもと、マフィアと関係の深い労働組合、非合法組織を巻き込んだ。大規模な選挙不正を行っていたことが現在では明らかになっている。またケネディは予備選挙中にシナトラから紹介されたシナトラの元恋人のジュディス・キャンベルを経由してイリノイ州シカゴのマフィアの大ボスのサムジアンカーナを紹介してもらい、ウェストバージニア州における選挙への協力を直接要請したほか、FBI の盗聴によりシナトラが同州のマフィアからケネディのために寄付金を募り、ケネディの選対関係者にばらまいたことが明らかになっている。共和党は当時これら2州の結果を他の9州の結果とともにひっくり返そうとして失敗したという事実に関わらず、ニクソンは全国の一般投票で実際には勝っていたとしている。これら2州はもしニクソンが制していれば、選挙人選挙の結果でもニクソンが勝っていたはずなので、重要である。ケネディは、イリノイ州で、投票総数475万票のうちわずか9000票に、足りない差で制した。ニクソンが州内101の郡のうち92郡を、制していたにもかかわらずであった。ケネディのイリノイ州での勝利は、シカゴによるものであり、リチャード・J・デリー市長が11月9日の朝遅い、時間までシカゴの票の大半を保留にしていた。デイリーの行動と力のあるシカゴ民主党の組織はクック郡で45万票差という異常な勝利をケネディに与えた。これはシカゴの1960年時点の人口355万人の 10% 以上に相当した。このことでイリノイ州の他の地域では扱った共和投票にかろうじて打ち勝つことになった。ニクソン支持のニューヨークヘラルドトリビューンの記者、R・マソは、シカゴの投票を調査し、イリノイ州がケネディに奪われるだけの選挙違反の十分な証拠を見つけたと主張した。テキサス州では、ケネディが 51% 対 49% という、僅差で、ニクソンを破った。共和党員の中には、リンドン・ジョンソンの恐るべき政治マシーンが、ジョンソンの地元のメキシコ国境付近の軍部で十分な票を盗み、ケネディに勝利をもたらしたと主張する者がいる。歴史家のアーサー・シュレジンジャーのようなケネディに近しいものは、ケネディが取ったテキサス州の票差は単純に大きすぎて、選挙違反では覆らないと主張した。イリノイ州でも、シュレジンジャーや、その他のケネディや、民主党の支持者が、仮に、ニクソンが、イリノイ州を制したとしても、ケネディはまだ選挙人、票276票を持っており、対するニクソンは246票なので、この州だけではニクソンを勝者にはできないと指摘した。さらに加えて、イリノイ州は、最も広範な異議申し立てのあった場所であり、クック郡の州検事で、共和党のベンジャミン・アダモースキーは、自身の再選も果たさなかったが、その繰り返し先頭に立った行動にもかかわらず、成功しなかった。ニクソンとアダモースキーの両人に有利な順誤差を示したが、どちらの候補者も結果を覆すまでには至らなかった。共和党が支配する州の選挙委員会は、幾度音に結果に対する異議申し立てを拒絶した。さらに共和党に支配される州南部地域において、不正行為の可能性を示唆するものがあり、共和党の異議申し立ては、行き場がないために、民主党も真剣に追及することはなかった。選挙終盤に、ケネディ陣営のイリノイ州やテキサス州などの大票田における大規模な不正に気づいたニクソン陣営は、正式に告発を行おうとしたが、アイゼンハワー元大統領から告発を行い、泥仕合になると、国家の名誉を汚すことになると説得されて、告発を取り留めている。ある共和党指導者たちはニクソンに対し、ケネディへの投票のいくつか、特に大きなカトリック教徒投票区の多数が、ケネディの選出に貢献したイリノイ州、ミズーリ州及び、ニュージャージー州の再集計を追求しその有効性に異議を唱えることを勧めたと言われている。ニクソンは、再集計を要求することを公に拒否し、それは憲法の危機を生むと言った。またマソやヘラルド・トリビューンには選挙が民主党に盗まれたということを示唆する記事を出版しないように説得もした。しかし、ニクソンは個人的には共和党全国議長のスラストン・モートンに再集計を要求するよう奨励し、モートンは11州で再集計を行い、1961年の夏まで裁判所に異議申し立てを続けた。ケネディの選挙運動によって申し立てられた再集計でケネディが逆転された唯一の州はハワイ州という結果になった。なお、ニクソンはケネディ陣営がニクソンが過去に精神科のカウンセリングを受けた過去がある証拠を掴んでいたものの、切り札として公開していなかったことを掴んでおり、やぶへびになることを恐れ告発に踏み切れなかったという意見もあるが、いずれにしても告発を行わなかったニクソンの潔い行動は、ニクソンに批判的な人々からも称賛を受けている。アラバマ州の一般選挙では、この州の通常ではない状態のために、ケネディの実際の得票数を決めることが困難だった。最初の小さな問題は、有権者が選挙人の候補者名簿から選ぶ代わりに、有権者は選挙人を個別に選ぶことにしていたことである。伝統的にそのような条件では、最大票を得た選挙人の得票数を大統領候補者に割り当てることになる。例えば、ニクソンを推すことにした選挙人候補者が239,951票から237,981票まであるとき、ニクソンはアラバマ州から一般投票で237,981票を得たことになる。より重要な問題は、州全体の民主党予備選で選挙人団として11人の候補者を選んでおり、そのうち5人はケネディに投票することを約束したが、6人は誰に投票しても良いことになっていた。これら候補者すべてが選ばれ、6人の非拘束大議員はケネディに対抗する投票を行った。それゆえに、ケネディが一般投票で獲得した票数を割り振ることが困難である。伝統的な方法では、318,303 票、あるいは324,050票となる。実際に下に掲げる結果の表は、ケネディがアラバマ州から獲得した一般選挙の票数を 318,303 票として集計したものである。アラバマ州の投票総数を集計し、他の49州の結果と合計したとしても、ニクソンは得票総数 3,4108,157 票となり、3,4049976 票のケネディを 58,181 票上回るだけである。選挙違反があったとされることを考慮に入れないでこの集計方法を使えば、1960年の選挙は、その前に考えられていたよりもさらに接戦になることは事実である。ジョージア州の一般選挙でも、有権者は12人の個別の選挙人に投票したので、ケネディとニクソンの実際の得票数を決めることは困難である。集計結果はケネディに 458,638 票、ニクソンに 274,472 票だったが、これはそれぞれ、ケネディとニクソンを推す、選挙人の中で最高得票を得た、選挙人の数字である。しかし、共和党と民主党の選挙人で最高得票を得た、ものは、党の他の11人とはその数字が飛び離れたものだった。各党12人の選挙人の平均得票数を見れば、民主党が 455,629 票、共和党が 273,110 となっていた。このことによりケネディの得た得票数差は、当初のものより 1,647 票減って、182,519 票となる。非拘束民主党選挙人ハリー・F・バード南部の多くの民主党員は全国民主党の綱領にあった南部に住むアフリカ系アメリカ人の公民権と投票権の支持に反対していた。党員集会の前も後もその州の選挙人候補者名簿には非拘束民主党選挙人を乗せて選挙の行方に影響を与えることを期待した。このような選挙人が存在すると全国党大会で選ばれる大統領候補者に影響を与える可能性があり、選挙人投票で接戦となった場合に、その投票と引き換えに民主党あるいは共和党の大統領候補者のどちらかと取引を引き出せる位置づけになる可能性があった。これらの目論見の大半は失敗した。アラバマ州では5人の忠実な選挙人と6人の非拘束選挙人を選ぶことになった。ミシシッピ州は忠実な選挙人の名簿と非拘束選挙人の名簿の2つを用意した。ルイジアナ州も2つの名簿を用意したが、非拘束選挙人の名簿には民主党という表示ができなかった。ジョージア州はその民主党選挙人に対し、ケネディへの投票制約から自由にしたが、人気のあるアーネスト・バンダイバー知事は彼自身が選挙人候補者であり、公然とケネディを推した。全体では有権者の投票で14人の非拘束選挙人が選ばれた。ケネディを推す選挙人数が明らかに選挙人投票では過半数だったので、非拘束選挙人は結果に影響を及ぼせなかった。それでも彼らはケネディに投票しなかった。その代わりに保守派民主党員である、バージニア州選出アメリカ合衆国上院議員、ハリー・F・バードに投票した。バードは、候補者と宣言していなかったし、彼らの投票を求めてもいなかった。この数字には、問題がある。上記アラバマ州の一般選挙の項を参照。バードは、候補者名簿になかった。その選挙人票は、非拘束民主党選挙人と、一人の造反選挙人のものだった。オクラホマ州の造反選挙人ヘンリー・ D ・アーウィンは、ニクソンとロッジに投票するはずだったが、候補者ではないバードに投票した。しかし、バードとストローム・サーモンドに投票した他の選挙人とは異なり、アーウィンはバードとバリー・ゴールドウォーターに投票した。ミシシッピ州では、非拘束民主党選挙人の名簿が勝利し、その8票をバードとサーモンドに投票した。サリバンとカーテースは、テキサス州でのみ出馬した。ワシントン州では、立憲党がカーテースを大統領候補に、B.N. ミラーを副大統領候補に立て、1401票を得た。選挙人票は1956年の531から537に増えた。これは新しい州であるアラスカ州とハワイ州からそれぞれ上院議員2名と下院議員1名が追加されたためである。州ごとの結果青字は民主党、赤字は共和党、オレンジ字は非拘束大議員が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差 1% 未満、ハワイ州 0.06%、イリノイ州 0.19%、ミズーリ州 0.52%、カリフォルニア州 0.55%、ニューメキシコ州 0.74%、ニュージャージー州 0.80%、得票率差 5% 未満、ミネソタ州 1.43%、デラウェア州 1.64%、アラスカ州1.88% テキサス州、2.00% ミシガン州、2.01% ネバダ州、2.32% ペンシルベニア州、2.32% ワシントン州、2.41% サウスカロライナ州、2.48% モンタナ州、2.50% ミシシッピ州、2.64% フロリダ州、3.03% ウィスコンシン州、3.72%、ノースカロライナ州、4.22%、得票率差 5% 以上 10% 未満、オレゴン州、5.24%、ニューヨーク州、5.26%、ウェストバージニア州、5.46%、バージニア州、5.47%、オハイオ州、6.56%、ニューハンプシャー州、6.84% アーカンソー州、7.13% テネシー州、7.15% ケンタッキー州、7.18% メリーランド州、7.22% コネチカット州、7.46% アイダホ州、7.56% ユタ州、9.64% コロラド州、9.73%。ありがとうございます。